最初は三つ編みを5センチくらい作ります。で、これ3つに分けないといけないので、今回は黄色、黄色、青2本で分けたいなと思います。はい、三つ編みだいたい5センチぐらいできたので、この青2本を広げて、平編みを作っていきます。こう黄色を真ん中に持ってきて、青を右と左に持ってきます。そしたらここを曲げて、右の糸をこの糸の下にくぐらせる。そしたらこの黄色の下も通って、この隙間、左の糸の隙間から上に引っ張ります。シュッ。そしたら青2本を引っ張る。これで平編み1回目です。今度は反対、右の青い糸に空洞を作って、黄色の上に乗せます。左の糸を上から下に通して、この右の空洞のところから上に引っ張って、これで引っ張ります。右左やったので1セットとして8セット作っていきます。はい、これで平編み8セット編めました。ここからお花を作っていきます。さっきの平編みを作るみたいに、青色の糸を黄色の上で交差させます。そしたらこの右側の黄色い糸、この右側の黄色い糸を上に通して、ここの隙間に入れていきます。で、後ろから引っ張ります。後ろに通りました。今度は左側の黄色い糸も同じように、ここの間に入れていきます。で、後ろから引っ張ります。すると後ろに通りました。そしたらこの青い糸を左右に引っ張っていきます。引っ張ったら黄色い糸が丸くなるので、この黄色い糸も下に引っ張ります。で、この糸を中指と薬指で黄色い糸を挟んで、ちょっと下に引っ張ります。そしたら右手と左手の親指と差し指で青い糸を
左右に引っ張る。左側からいきますね。この左側の青と黄色を交差させて、黄色い糸を左タッチング結びって言うんですけど、まずここ4の形にして下から通して上に引っ張ります。そしたら今度は反対の4の形にして下から上に通して左側に引っ張ります。これで左タッチング結び1回、これをもう一回やりますよ。これで左タッチング結びを2回やりました。今度は右側の黄色と青を交差させて右タッチング結び、反対の4を作って下から上に通します。上に引っ張る。4の形を作って下から上に引っ張って右タッチング結びを1回、もう1回やります。右も左もタッチング結びを2回ずつやりました。そしたらさっきみたいに黄色を下にして青を交差させます。輪っか作って右側の黄色い糸を下からですよ、下からここの輪っかに上に入れて下に引っ張ります。取りました。で左側の黄色い糸も向こう側に糸が通りました。で、青い糸を左右に引っ張る。黄色い糸も引っ張る。どこだっけな。中指と薬指で黄色い糸を挟んで右と左で青い糸を引っ張る。形整えてお花一つできました。そしたら黄色い糸を下にして青い糸で平編みを作ります。ちょっと形整えたらもう一度お花編みます。
はい、これでお花5つ目が編み終わりました。そしたら平編みを2セットじゃなくて8セット作ります。三つ編みをあと5センチ作っていきます。最初と同じように一つ結びにします。